はい、どうも、トワイスです。今回もサイコブレイク続きやっていきたいと思います。いつも通り強化でいきましょう。17,900 ポイントってかなりですよね。今のうちに、100ポイント足りねー。まあ、今この段階で格闘強化するっていうのもどうかと思いますけどね。どうしよっかな、ライフゲージとか今のうち強化しちゃうっていうコスイテム使えるんだけどな。まあまあ、武器強化がやっぱいいかな、武器強化が。12,000 ポイント、16,000 ポイント。やっぱ要求されますよね、それだけ。3,000 ポイントでしょ？ストックね、スナイパーライフル。あ、1,500 ポイントか。としたら、戻れるんだったら拾いに行きたいですね、スナイパーライフルの弾。あ、もうコンプリートだもんね。あっちはとりあえず15本で行かな。あーガニボルトも上げたいんだけどな。あまりチマチマ使ってると今度、大量にポイントが必要なやつが。あーなるほど、ショットガンの弾。でもショットガンな、使うからな、ショットガンは。とりあえずスナイパーライフルの弾と、あ、ガニボルトかな。ハープーンが10,000ポイント。でもハープーン 240% だったらかなりの威力になるんじゃないかな。あんまり威力を感じたことがないんですけどね、ハープーンボルトの。敵が出てきた時に持ち替えないからだと思うんですけど。フラッシュ13秒大きいけど、今のところいいかな。結構手に入るし。フリーズが全然実感がわからない。使ってないから。ショックボルトはこれ秒数増やしたいけど2段階強化しなきゃいけないのか。マインボルトもなぁ。マインボルトはもう1段階ぐらい強化してもいいような気がする。となるとやっぱブッキーの方になっちゃうんですけど。スナイパーライフルはとりあえずはいいか。とりあえずはいいかな。ヘッドショット狙えるだけの技術がないから強化するなら威力なんですけど。迷うのがこっちだよね。もう16,000ポイント使っちゃうか。それとも、弾数とか、ちょっとそっちの方をちまっと強化していくか。あ、6発から8発か。あー、これは大きいぞ。8発装填、ショットが。の布石にしようか。やっぱり私はショットガンが好き。じゃあ戻れるか分かりませんけど、前回取り逃してたスナイパーライフルの弾取りに行きましょうか。まだ元のとこにあるといいんだけど。あれ？瓶がある。前、斧が消えたのってもしかしてあれかな？出てこない。ゲームやめたか、あ、あー、戻れないパターンね。戻れないか。スナイパーライフルの弾取れないか。そうか。悲しいな。わあ、なんか一気に悲しくなってきたな。そうか。この辺なんか資料とかない？なんもないか。あ、瓶だけたくさんあるな。でも、裏側に回れたから何かしら？ないか。なんもねえな。そっかー、スナイパーライフルの弾取りに戻れなかったか。せっかく強化したのに。じゃあ謎解きパートなんで、とりあえず瓶持っていきましょう。瓶どこで使うかわからんし、とりあえず一つはめてみよう。ここか。おっ。ああ。これで脇の扉が開く。後ろは閉まらない。謎解きとはいえな、敵は出るかなって感じがしますね。一応明かり消しとこう。明るい。わあ、なんか嫌なのが見える。釣り天井、張り付きの悪趣味ね。
脳汁。脳汁。ここに何があるってんだ？あっと、こっちにも壊れてるけど。お。あのゴマスリの害虫は私の研究を食い物にした。どうやって金庫の番号を知ったのか調べなければ。だが今そんな時間はない。あともう少しなんだ。あのデータは渡さない。あれは私だけのものだ。ただ一つの方法は次に金庫を開けた者に代償を払わせること。俺金庫っぽいの開けた覚えあるな。これかな？大丈夫かな？ここは特に罠っぽいのは、レールが敷かれてるってことはなんか走ってくる。ん？ああ！嫌なの見える。マジか。はめられたか。あの釣り天井何の意味あったんだろう。行くしかないよね。どっちだ。こっちか。うん。せーの。お？なんもねえ。でもここにいたら多分潰されるんでしょうね。あれは？上になんか歯車っぽいのは見えるけど。はい。もう一つ瓶ねえかな。こんな時までハンドガンを蹴散る。ケチの鏡。まあこういうことなんでしょうけど。そりゃないぜ。そりゃないぜ。いや、まあ私の注意力が足りなかったというだけの話なんですけどね。ここか。まあでもあの釣り天井以外何もなかったっていうことになるので、まあこっち側じゃあもうさらっと行きましょう。これは？うん、だよね。あ、もう一回上がってくんだ。何回でもできるんだ。これ上に何かあったりする？それともこういうギミックがありますよっていう説明かな？うん、だけみたいですね。もう一回聞いとく？あのゴマスリの害虫は私の研究を食い物にした。
どうやって金庫の番号を知ったのか調べなければ。だが今そんな時間はない。あともう少しなんだ。あのデータは渡さない。あれは私だけのものだ。ただ一つの方法は、次に金庫を開けた者に代償を払わせること。ああ、よく見たらありますね。ちゃんと釣り天井っていうことだから、こうやってこうやって落ちてきたところを乗って、なんかいるな。なるほどね。こうすれば次の道が開けたと。怖っ。さらに上にあるじゃねえか。黙ってたらしま、怖え。上に注意か？この場所は。ああ、早くも閉まったしな。チェックポイント？いや、嫌な予感しかしないって。特に上にトラップ的なものは大体的に見えてるやつ以外はないかな。なんか向こうにプラプラぶら下がってるのは見えるけど。あと、ネズミ？お久しぶり。お？お、ショットガンの弾か。脳汁。あ、しまった。強化してないわ。まあ、いっか。どうせショットガンの弾強化しただけだし。やっぱり？ああ、ほんとだ。釣り天井二段構えだな。で、しかも多分、スニークしても上に刺さる感じになってますね。こっちは？こっち側か。うん。この辺は何もないか。扉がある。一回落としてみるのはありかと。なんか泣いてるな。こいつ、片腕が爪になってるぞ。今のうちぶっ殺しておくべきか。起きるの？しかも。オッケー。燃えろ。あの状態で生きてるってなんだよ。これもう一回落とせたり。若干時間差で。まあ、いっか。こっちが進む道なのか？これは？換気。回し始めてから来るとか聞いてねえわ。はよ、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 話せねえか。話せるな。怖い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 。逃げよう。チキンとは言う前に。これどうやって来るんだろう、あいつ。溜まってるわ。
そらそうよな。向こう側から回ってきてくれれば釣り天井で何とでもなるんだけどね。そんじゃ、やったりますか？ほい。いいね。こんなにちょうどいい動かない敵がいるとは思わなかった。だがタフだ。おっとっとっと、違う違う。学習しないね。まだいるし。せこいとは言う前にね。あーでもそっか、こっからじゃ撃てねえもんな。こっから撃つしかないんだよね。見えねえ。スナイパーライフル使っちゃう？一撃しかな？足に撃ったのに一撃死とはすごいな。それとも足が弱点だったか？ああ、しかも3体倒したのに脳汁一つしか出してくんないわ。はあ。まあでもこれでゆっくり回せるというものよ。なんで針で足止めするんや。わあ、また釣り天井。やだわー。これも一回落とさないと、いけないんだろうけど。てか思いっきり生きてるんだよな、お前ら。あれ？死んでねえ。マジで？あ、でも、あいつら登ってこねえぞ。は？ん？ん？お前死んでんのか生きてんのかどっちかに。うわ、まだいる。あ、登ってきたわ。え、行って。あ、くそ。この辺で燃えろ。嘘。ちょっと。ああ、こっからね。がー、参ったなー、本当に。あいつはちょっと格闘じゃ厳しいな。ひるまなかったしな。それともあれかな、たまたま攻撃素振りしてる瞬間だったからひるまなかっただけかな。ちょっとこの爆弾も活用させてもらおうかな。あーでも間に合わないかな。一応残していきますね。こいつも合わせていくか。はい。はい、さようなら。とりあえず3体は釣れたんだけど、残り1体はこっちから回り込んでくるか？ってわけでもなさそう。ならもう5体まとめていっちまうよ。
うん、大丈夫だね。みんな集まったね。よかった。よかったよかった。ありがとう。手間が省けるわ。はい、生きてる人集まって。はい、こっち集まってね、生きてる人。三人かな。まあでもそうだよね。手榴弾で2発食らわせないと死なないんだから、マインボルトも2発食らわせないと死なないわな。フラッシュ効くのかな？あいつ片方の頭なくなっても、もう片方の頭で動いてたから、足打って燃やした方が早いのかなとも思うんだけどね。なんかな、厄介な敵ばっかり増えてくるな。まあ、とりあえずマインボルトで行きますが。こっちを爆発させると上から一体降ってくるから、とりあえずこっちのやつを先に倒すか。背中のそれ何？おしゃれ。で、4本打ち切っちゃったな。ちょっと怖いんだよな、これ。ああ、いるわ。いるけど、なんか違う。とこ向いてるな。なんか違うとこ向いてるな。あー、スニークキルが発動しない。そういう敵なんですね、あなた。はい。これでよかったか。マインボルト無駄打ちしたかな。ちょっと作っときますか。でも、あと一本あるよね。いっか。とりあえずもう一本作っておく。で、これまたあれかな？上二段階になってたりとか、するね。じゃあ、まあ、無茶はしない。結構上がるのも早いな。あ、なるほどね。これさっさとこっち側に来ちゃって釣り天井落とせば2体はやれたのか。失敗したな。よし。お。おお、ここに繋がってるんだ。ああ。一旦セーブしようかな。まあちょっとずつですけどね。まだ強化も忘れたし。どうなさいました？今度は針金。大丈夫ですか？無理されない方がいいですよ。ああ、まあ無理したくないのは山々なんだけど。どうしよう。2万ポイントだもんな。やっちゃってもいいよな。まあでも一旦セーブですね、今回は。同じとこでいっか。はい、では今回はここまでとさせていただきます。次回もう一つの扉の方進んでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼します。